ヤッホーメダです。今日はうちで管理してるエサムシのメンテナンスの動画をね撮っていきたいと思います。まあ見てわかる通り、ここはねコオロギがいて、でレッドローチがいて、でコオロギの S サイズがいて、 MS サイズがいて、リビアがいると、まあそういう感じになってます。まあこういうのをね定期的にメンテしないとコオロギたちが爆死しちゃうんで、まあやっぱりねエサムシなんで生きてるんで、まあ管理の方もねしっかりやっていきます。もしこの動画が良かったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。コメントは次動画上げた時に返していきますので、よかったらしていってください。それではやっていきます。まず最初は大きいコオロギのメンテナンスからねやっていきましょうか。一応中はねこんな感じになってます。結構ねゴミが出てますね。ゴミというか食べ残しというか糞というか、こちらのね糞とかをね取っていきます。で糞をね取るのに使うのがこちらですね。100均とかで売っているちり取りとほうきですね。これをね使って取っていきます。こんな感じですね。でそれをゴミ箱に入れてひたすらねこれを取っていくという、そういう感じになってます。でこんな感じにねある程度ゴミが取れたら、次は餌とかねそういうのをやっていきます。で使う餌はこちらですね。武蔵のコオロギさんからいただいた餌ですね。これをねこの中にバーッとね入れていきます。おで次がねこちらですね。小林昆虫さんで売っていたコオロギフードってやつですね。こちらもね適当に入れていきます。一応中はねこんな感じで細かいタイプですね。これもね結構適当に入れます。で次に水分補給として使う小松菜ですね。小松菜をね新しく買ってきたので小松菜をね入れていきます。どんくらい食べるのかな、2本ぐらい入れとこうかな。こう喉が渇いてる小松菜じゃないコオロギがいれば、まあ小松菜食べてね水分補給とかそういうような感じになってます。まあさっきね2本って言っときながら3本ぐらいね入れちゃいました。こんな感じでねもう小松菜の方にねみんな集まってますね。みんな喉が渇いてるんですね。でなおかつまたさらに霧吹きで小松菜をね濡らしてあげます。これでねまあ大体の一通りのメンテはこんな感じになります。それではね次々とやっていきます。次は中くらいのコオロギのメンテナンスですね。もうこんな感じで結構ね爆死しちゃってる子がねいるんですよね。ではねそちらもゴミをね取っていきます。よし、OK。次は小さいコオロギですね。S サイズぐらいのコオロギです。まあ一応こんな感じにね、います。で、これもね、やり方は全く一緒ですね。これもね餌を入れていきます。今回ねこの子たち小さいんで、今回このちっちゃい餌だけをね使っていきます。これもね適当にバーッと入れます。で
小松菜ですね。これもしっかり忘れずに。で、霧吹きをシュッと。これでね、ちっちゃいコオロギのメンテナンスは終わりました。よし。では次はゴキブリ編ですね。レッドローチってやつですね。こちらね、餌用のゴキブリ。一応うちはね、こんな感じで餌用のね、ゴキブリも結構いるんでね、しっかりメンテしていきます。こういうのをね、しっかりメンテしないとやっぱり爆死して餌がね、いざ使おうっていう時にないっていうパターンがね、多々あります。まあゴキブリね、生命力が強いとはいえね、やっぱりメンテナンスはしてあげないとゴキブリのね、栄養価とかそういうのがね、下がっちゃいます。でゴキブリもこんな感じに一気にガスッと取っていきます。でちょこちょこね、卵あるんですけど、まあまたね、卵はちょっと避けます。生まれるかどうかわかんないんですけど、一応うちではね、こんな感じにプリンカップの中にね、ゴキブリの卵をね、入れてます。こんな感じに、まあ大体ね、綺麗になりました。うちのね、レッドローチの飼育容器は、まあ他のレッドローチの飼育者さんからしてみれば割とね、綺麗な方なんじゃないかなと思います。やっぱり皆さんね、レッドローチの仕分けをするっていうのがね、まあ難しかったりとか面倒くさかったりとかで、まあしない方がね、結構多いんですけど、まあこまめにね、こういう風に取ってあげれば別にそんなにね、大変じゃないかなと思います。ではね、このレッドローチたちにも餌を入れていくんですけど、まあ使うのはね、コオロギで使ってる餌と同じやつですね。こちらをね、入れていきます。で次もね、これ入れていきます。ゴキブリはね、何でも食べるんで餌をね、選ばなくていいんですよね。でこれが終わったら次はね、小松菜もね、食べるんで小松菜も入れていきます。で霧吹きをね、軽くシュッシュッとやってあげればこれでね、終わりです。こちらもね、メンテナンスしていきます。結構ね、こんな感じでわさっといるんですよ。オリビアね、結構臭いんですよね、死ぬと。それが嫌でね、やっていくんですけど、あとね、コバエが結構湧くんですよ、リュビアって。なんででしょうか。まあでかいからかな。まあやっぱ匂いがするってことはやっぱそういうことなのかな、きっと。でこれもね、こんな感じである程度ね、こんな感じで吐いてわさっと取っていきます。でリュビアに関しては結構ね、ちっちゃくて逃げもね、あまり良くないんで、ピンセットを使ってね、取っていきます。デュビアに関してはちょっとね、時間がかかっちゃうんですよね。まあこんな感じにね、ちょっとずつ地味にやっていきます。では最後にね、餌を入れていきます。これもね、コオロギと同じやつですね。これをね、適当にバッと入れてます。で小松菜もね、適当に入れていきます。結構数いたんで3本ぐらいでいいのかな。で霧吹きをシュッとしてあげて
終わりですね。はい、という感じでね、うちの虫餌の管理方法というかメンテナンスでした。ということでね、ちょっとね疲れちゃったんでね、今回はねこの辺で動画の方を終わりにしたいと思います。それでは皆さん、次の動画でお会いしましょう。次の動画も見てね。バイバーイ。